わっさっ、やぴまるです。はい、ということで今日はですね、ついにギアについて説明していこうかなと思います。あとね、なんかローラーのバランスチェンジ、バランス調整が来たということで、そちらもちょっとね、見ていこうかなと思います。ということで早速やっていきましょう。年内ですね、7万人目指しているので、ちょっとね、登録してない方本当にお願いします。登録ぜひとも協力してください。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。レッツゴー。じゃあまずですね、ちょっとローラーの、ね、バランス調整の方をちょっと見ていこうかなと思います。ですね、こんな感じでね、ステータス HP と、まあ攻撃力が変わりましたということでね、HP が5320になって、ダメージが 364×6 っていう感じになりました。HP は元はね、5600ぐらいあって、で、この通常攻撃のダメージが、確かね、392かな、はい、392あったんですよ。それがこのステータスになりました。まあ何が変わったかわかんないんですけども、ちょっとやられやすくなったかなみたいな感じになったと思います。でもね、まだ全然強いと思います。はい、以上です。ローラは、さあ、ということで次ギア見ていきましょう。この画面のままいきますね。ギアなんですけども、こちら見てください。はい、こんな感じ。下見て、ローラをギアでパワーアップしましょう。パワーレベル10に到達すると、このギアスロットが解放されますということで、なんかギアはですね、レベル10と11でアンロックされる新しいアイテムでね、ゲームにさらなる進歩と新たな戦略性をもたらします。そしてギアには5つの種類があり、それぞれのギアには様々なパッシブ能力が備わっています。ギアはキャラクター画面で2つの新しいアイテムを使って制作されます。それがギアトークンとスクラップ。この2つは、ブラスターボックスからドロップする、まあ、ブラスターボックスから出るか、ショップでも購入できますねっていう感じになってます。まあ、昨日の先行プレイの動画見たと思うんですけど、あんな感じですね。で、ギアはレベル3までアップグレードできますという感じですね。さあ、見ていきましょうか。これですね、5つ。なんか多分全部5つあるのかな？同じなのかもしれない。もしかしたら。そうだね。はいはい。で、ちょっとわかんないんで、やっていきますか。なんかこれね、アップグレードしたらこれが解放されるらしいんですよ。ちょっとアップグレードしてみますね。いきますよ。はい、ポチッとな。せーの。パワーレベル10にアップグレードしますか？します。しました。さあ、そしたら、あれ？あ、11にもできそう。さあ、パワーレベル11になった。これが一応今んとこのカンストか。で、ここにこのギアが入ってくるってことね。お、なんか作れるじゃん、シールド。いきますよ。せーの、ポン。最大 HP を増強するシールド、ふよ、ウェイ。なんか持ってた、俺。おー。はい。ブロスターボックスやクラブショップからスクラップとギアトークンを集めてギアの作成やアップグレード。あ、これ確か最初のギアはなんか無料でもらえるみたいなのを聞いたことあるな。こっちもなんかつけれるのかな？一個しかない？もしかして。じゃ、他のもやってみるか。ここも、あ、なんかキャラによって違うんかな？さあ、ないね。あ、なんかんってことは、ちょっと待って。これさ、これ外せるの？外せは、あ、なるほどね。外せないんだ。もうついているままなんだ。これキャラクターによってギアを作らなきゃいけない感じか。なるほどね。全部一応5つしかないんだね、種類は。種類は5つしかないけど、キャラクターによってなんかその解放していかなきゃいけないみたいな感じですね。ちょっとギア使えるか、ちょっと待ってね、見てみるね。はい、ということで、見てください。全部アンロックしました。はい、これが、開発ビルド。よし。ということで、じゃあちょっと、なんとなくなんですけど、ストゥー使っていこうかな。ストゥーのこのギア。まず、スピードレベル3。ヒールレベル3。なんか全部3になっちゃった。ごめん。ヤブの中を移動する際に、スピードが 25% 上昇。停止してる間に HP が毎秒200回復。これ強くね。ダメージレベル3。HP が 50% 未満になると敵に与えるダメージが、20% 増加する。強い。ガッツレベル、スタンの持続時間とスローダウンの効果が 35% 減少。シールドレベル3、消費型のシールドとして最大 HP を600増強する。シールドが無傷である場合 HP は前、なんか全部強そうだな。とりあえずなんかこのヤブと分かりやすそうな
これかな、これちょっとつけてやっていこうか。 OK、 ちょっとやってきます。はい、ということで今ちょっと気づいたんですけども、あのパワー11にするとギアが解放するだけではなくてステータスもかなり変わってきますね。ちょっと写真これ今2枚貼ってあるんですけども、左が、今みんなが使っている普通のねアップデート前のルーのステータスですね。で右側が今あの俺が使っているアップデート後の、ルーのパワー11のステータスですね。結構違うんですよ。だからギアがアンロックされるだけではなくてステータスも上がるということで、これはもうね、必須ですね。これがカンストですっていう感じに、これからなりますね。はい、ちょっと無課金はきついかもしれないんですけどもね、頑張っていきましょう。はい、ということで、ちょっとバトルをやっていきますね。俺がつけてるギアが確かブッシュの中だと移動スピードが上がるやつ。おー、確かに速い。ちょっと速いね。あ、これ強そうだな。なんかもう一つも回復かな、俺入れたの。なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった俺。すんげえ遅延ある。なんだろう、ちょ待って、一旦戻っていい、俺何入れたっけ。これか、ヒールレベルソン。停止、あ、止まってるってことね。はいはいはい、なるほどね。ちょっと暗いに行こう、攻撃。 Hey! Hey you! Hey you! Come on! Come on!おぉ。止まりながら攻撃した方がいい説ない、これ。本当だ。あ、早い早い早い。これなんかさ、ザベスとかに使えそうだね。この停止してるとってやつ。あとこのブッシュの速さ。ブッシュ速いのいいね、なんか。いや、なんか使いどころがいろいろありそうですね。だから逃げるときとかさ、ブッシュに入ってあえて、なんかその、あ、死ぬ俺。危ねえ。あえてさ、そのブッシュの中入って逃げていくみたいな、そういう戦法か。バトロイこれ強そうだね。ブッシュの中で移動スピード上がるやつ。ローラなんだけど。お、倒した。オッケー。なるほど。止まって、200ずつ回復。あ、早い早い。200ずつ回復、さらに自動回復あるから、めっちゃ強いかもしれん、これ。回復は強そう。ベル対面とか、ベルとさ、その、一緒になんか、真ん中でやり合う時とかさ、回復早い方がさ、絶対強いじゃん。すぐなんか復帰できるっていうか。ちょっとやるかそれ。戻れねー。じゃあブッシュのスピードはいいから、じゃあ回復と、あとはガッツレベル、シールドつけてみようか。あ、なんかでもこれシールド、あ、オッケー、これシールドじゃない。オッケー、これでいきますわ。ベルの元からあるシールドを今ちょっとわかんなくなるから消してみた。よーし、行くぜ。結構すごいね。なんか、お、なんか見て、あ、シールドついてる。で、こうやってまあ、タイマー張ってる時に止まって、なんかこうちょっと回復するみたいな。なんかさ、そう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 、真ん中だとこういうさ、やり合いがあるわけじゃん。でここでちょっと一旦止まって200速攻回復してみたいな。あー、結構強そうっすねこれ。シールドついてんのこれ。俺どういうシールドだっけ、ちょっと待って。消費型のシールドと最大 HP を600、ああ、600増加されてたの。3900だったのが、ってことか。シールドが無傷である間は HP が毎秒。これさ、やられたら、ま、戻るのかな。ちょ、もう一回行くわ。シールドついてる。で、なんか4500になってます。HP が上がってる。これさ、まず HP が上がってるの気になるのが、攻撃食らったら多分消えるんよ、これ。Nope. 消えて、あ、一瞬で消える。あ、じゃあ B の一発目を耐えれるとかそういう感じ。じゃあちょっとやられてきますね。あ、あ、体力が満タンになると HP がちょっとあの戻り始めてるわ。ちょっとください。で食らうと一気になくなるわ。なるほどね。あ、でもこれ結構強くない？初手に結構強い。で一回死ぬ。あ、死ななくていいのか。で体力が満タンになったらまたシールドがつき始めるっていう感じか。あ、このなんか、このさ、強くない？この、なっけ、これ。このシールドと、回復のコンボっていうか、組み合わせ。これ強くない？普通に。マックスになったらこのシールドがさ、つくわけですよ。あ、ほら、来た。あ、強い。これいいね。このコンボ結構強い。なんかまた誰か検証するんじゃない？フランケンに、このシールドと回復つけたら、とんでもない強さでした、みたいな。
はい、なんかねそういうの来そうです。じゃあちょっと次の見ていこう。いやこれリコとめっちゃ相性良くない？だってさ、足早になってる間めっちゃ火力上がるってことでしょ。めっちゃ待って待って、まず一旦この状況で480覚えておいてください。で足早になったら、足早になったらあとは打つだけ、足早になったらあとは打つだけ。見え、あ、見て、レイジみたいなのかかってる。あ、待って、レイジってある、別ゲーだった。576、あ、強い、あ、ラフス、レイジって言っちゃった、ラフス、レイジは別ゲー。え、これ結構さ、やっぱ相性めちゃくちゃいいって、これやば、リコとの相性最高やん。 50% だから、あ、これもまだ足早じゃないけど一応、あ、強い。え、これ相性抜群すぎん？やば、面白い。てかこれ強いね、この 50% のやつ。ちょっとください。もうちょいくれ、お願い、俺にちょうだい。お、来た、あ、強い、維持大変、維持がめちゃくちゃ大変ですね、これ。おー、強いよ、結構これ。え？待って、最強やん、これ。めちゃくちゃ相性いい。おー、いいね！いいわ、俺、リコこれ絶対つけた方がいい。俺でもわかる、絶対強いの。なるほどね。いや、おもろいけど、無課金の人とかなんかかわいそうっすね。いや、気持ちいい！いや、これですわ。なるほどね。スローダウンはちょっとわからないんだけど。いや、なるほどすぎるわ。いやー、ということで皆さんどうでしたか？この、これすごいね、結構。あとは？まあ、一応ちょっともう一回全部見ていく？最後に。まずこちらね。このスピードギア、ちょっと待って、じゃあ、いいや。一個ずつ説明します。まあ、草むらの中で移動速度が、上がるんですけど、レベル1が、15。で、レベル2が20。で、レベル3が 25%、増殖します。で、この次、ヒールレベルとヒールのギアなんですけども、停止してる間体力が毎秒、レベル1が100、2が150、で、レベル3が200ずつ回復します。で、次、ダメージレベル3が、あれ3じゃなくてダメージギアが、体力が 50% 以下になると、10、15、20% っていう感じで上がっていきます。このガッツレベルっていうのが、スタンとスローダウンの、効果が25、30、35% っていう感じでね、1レベルずつ上げていくとこんな感じになってます。で、最後、シールドレベルって言っちゃうな。シールドですね。で、シールドギアが、消費型のシールドとして、最大、レベル値が300、450、600っていう感じの HP を増強することができます。で、シールドが無傷である場合は、0.5 秒ごとにシールドが回復するらしいです。まあ、HP が毎秒50回復するっていうのは、HP が、満タンの時に50ずつ回復していくよっていうことですね。はい。以上ですね。そんな感じですね。で、スターパワーやガジェットと同様に試合前にギアを変更することは可能という感じになっております。はい。一応今日の、まあ、言える範囲は以上でございます。っていう感じでした。まあ、いろんな組み合わせがあって、だと多分みんな思ってたのがギアってめちゃくちゃ多くて覚えるの大変じゃないとか思った方いると思うんですけども、なんと、5種類だけです。そしてその5種類は、全キャラに使えますっていう感じですね。まあ、でも、その、1キャラ1個アンロックしても他のキャラには使えないという感じなんで、そこがちょっとね、めんどくさいですね。はい。まあ、ボタンがないだけまだいいよな。でもちょっとな、面白いな。面白いけどなんかな、なんだろうね。計算狂うよね、絶対。俺はあんま計算しない、もうめちゃくちゃ感覚派だから、試合の中でやってくる人なんですけど、計算してる人とかいるじゃん、ダメージ計算。そういう人は結構ね、かわいそうかなって、個人的には思います。で、この感じね、ここも結構変わりましたね。はい。レベルが11ということで、マックス。これがね、みんなが言っていたパワー11の正体でした。ということで、今日はね、こんな感じで終わっていきたいと思います。どうでしたか、皆さん。楽しみって方は、ぜひとも高評価。マジ最悪、無課金、オツって方は、高評価。
どっちにしろ高評価よろしくお願いします。そして年内7万人目指しております。よろしくお願いします。ということで追っていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さん、それでー、What up? Bye!